ンコンプスで、はい、チャンクーチャーです。なんだよ、ふざけんな。なんだよ、真面目にやれ。同じ感じで挨拶するっていう動画だぞ、お前。すいません、遊びでやってんじゃねえんだ。すごいさ、ふざけやがって。今日じゃあ、たまにはさ、鬼ビンタしてる触んの。結構普通にあの逆立ちは皆さん意外とできると思うんですよ。そうですね。だけど、うん、逆立ちで止まったりとか、はい、歩いたりっていうのがなかなか難しいと思うんですよ。そうですね。できるけどすぐ落ちちゃったりとか。そうですね。歩けるけど止まれなかったり、その止まれなかったりする理由が逆立ちの姿勢だったりとかいろいろ理由があるんで、今日はそのレクチャーをしていきたいと思います。お願いします。まず普通に逆立ちをお見せしたいと思います。お願いします。綺麗。結構逆立ちで止まれる人いると思うんですけど、うん、姿勢が重要で、うん、姿勢をしっかりすることによって逆立ちって変わってくるんで、まずみんなが逆立ちを覚えるときって壁で逆立ちするのを覚えると思うんですけど、よくあるのがこういう壁逆立ち。これだと腰がこうやって反っちゃってるんですよ。わかります、はい、こういう感じで反っちゃうと、はいはい、いくら止まろうとしたり歩こうとしても結構無理なんですよ。じゃなくて正しい逆立ちの仕方っていうのは、はい、こっちです。なんすかそれ。こっちでしっかり姿勢を整えます。あ、で、ちょっとずつ足を離していく。さっきの形だ。さっきのシャキンの形ですよ、今。あ、すごい。こうやって、あ、すごいすごい、ちょっとずつ足を離して止まれるようにしてみます、うん、本当に皆さんが止まれない理由っていうのは、はい、この腰が反っちゃって、はいはい、ちゃんとしたバランスが取れてないまま練習し続けるから、はいはい、ずっと止まれない姿勢になっちゃうと、反るんじゃなくて体が逆にちょっと内側に入るのかなぐらい、逆にくの字を意識して逆立ちしてってもらえると体の軸が取れてしっかりした逆立ちになります。へー。もう一度ダメな逆立ちと大丈夫、いい逆立ちをお見せしますね、はい、ダメな逆立ち、はい、これだと足をいくらこうやって離してもバランス取りにくいですよ。本当だ。しっかりと体を逆にくの字が変にしてあげる。で、このくの字にした状態でちょっと足を離してあげる。はあ、わかります。わかります。歩けるようになる方法なんですけど、はい、とりあえず手を動かす練習ですね。あ、無理だーって戻っちゃうみたいな、じゃなくてしっかり手を動かしてあげてください。そう、よいしょって戻ってあげるとか、はあはあ、無理だーってなったら手を一歩こうやって置いてあげるとか。あ、でも今ので一歩だもんね。そう、さっきのより一歩進歩してるわけだ。うるさいね。はい、でも戻っちゃうとあと一歩動かしたいと。前にそれバランス崩れそうだけど、こうやってバランス取ったりとか、しっかり手を使ってバランスを取ったりの練習です。勢いに任せて歩いちゃう練習もありだと思います。こういう感じで形すごいな。それ大切なのが、逆立ちってバク転だったり、うん、あのハンドスプリングだったりとか、うん、バク宙にもつながって全部の技につながってくるんで、逆立ちがしっかり練習できて、うんうんうん、上手になれば、うん、他の技も光ってくるんで、なので逆立ちは必ず練習した方がいいです。アクロバット目指してる方は。確かに腰を反って練習せずに、うん、壁を内側にして、うん、くのちょっとくの字ぐらいの、本当にちょっとくの字ぐらいのやつでちょっとずつこうやって足を離していく練習です。この練習さえできれば止まるようになってくるんで。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録。ヨロティングーのマックンジーコ高津ツンツン。